ネット12球団ペナントレーストは1984年から1990年までホビージャパン社が販売していたカードゲームである。ゲームの基本的なシステムは1930年代にアメリカのペンシルベニア州ランカスターの野球好きの高校生グループによって考案されたアプバシステムを流用したものである。コンポーネントは厚紙で表現された野球場とコマ。 1>, 1チーム30枚12チーム分のデータカード2冊の打撃結果表で構成される。各選手は野手、投手としての能力値と打者としての打撃結果表、走者としての総力値によって表現される。野手の能力値はポジションと守備力で表現されるが、保守には肩の強さがプラス5からマイナス5までの修正値として与えられている。 これらの個々の守備力や守備力の合計値は打撃結果をある程度左右する。投手の能力値はグレード A からグレード E までの5段階の能力と W、X、Y、Z、R の修正値で表現される。例外を除くと最も能力が高いのはグレード A である。投手の修正値の意味はそれぞれ以下の通り、と W と Z は共存できない。 特定の条件下で相手のホームランを二塁打に変更できる。特定の条件下で二塁打がホームランに変更される。W 支給が多くなる。X 三振を取りやすくなる。Y 三振を取りやすくなる。Z 支給が減る。R 先発不可格選手には1から1から,から6から6まで2つの6面体のデメに対応した36の打撃結果値が与えられている。打撃結果は 攻撃側プレイヤーが振る2つの6面体のデメと、打撃結果値、投手のグレードと修正値、走者の数と配置に対応した、打撃結果表を称号することで決定される。例えば走者なしで投手が、グレード C の修正値なしであるとする。攻撃側プレイヤーが振った6面体のデメが4から4であったとする。すると、攻撃側プレイヤーは、 打撃中の選手のカードの4から4の値を見る。そこに13と書かれていれば、プレイヤーは打撃結果表の走者なしのページの13の項を参照する。そこには、センター前、ヒットと書かれているので、打撃を行った選手は一類に進塁することができる。次の選手の打撃の出目は4から6であった。選手の打撃結果値は14である。 走者1類の場合の打撃結果値14はグレード C 以上は内野ゴロで打者新類グレード D 以下はシングルヒットで走者1、2類とあるこのようにして順に打撃結果を判定していくこのゲームはまずまずのヒットを記録したしかしデータ解析の甘さが常につきまとい愛好者たちはそれぞれ独自の追加ルールを考案してこの問題を 解決しようと試みた。発売元のホビージャパン社も雑誌、タクテクス市場で様々な追加ルールを提案。しかし、打工到底傾向は解消されず、ついにホビージャパン社は九百九十一年、アップバシステムを独自に改良したザビッグ野球の発売に踏み切る。熱ッ中に球団ペナントレースとの大きな違いは、守備側が先にサイコロを振りどんな球を投げたかを決め、 それに対して打者がどういう結果を出すかというゲームになっている。6面サイコロ2個から守備側20面サイコロ1個と攻撃側20面サイコロを振ることで各打席ごとの結果が36通りから400通りに細かくなったことにより投手の能力の差を再現し打光到底傾向の解消がされている。守備側もサイコロを振れることにより 選手の交代以外はすることがなく、熱湯のように見ているだけの状態もなくなった。しかし大幅な変更された、このゲームは、ルールは良かったもののデータの出来が悪く、2年で姿を消した。しかし両ゲームともに根強い人気を持ち、最新データ版はともに、アマチュアによる制作が行われ、問題点も改善されているようである。一方アメリカの本家、アプバは、 現在に至るまで熱心なファンに支えられている。先行して発売されていた類似のカードゲームに宝から発売されていた12球団ごとのカードゲームがある。これは1チーム30枚の選手カードで写真入りである。ありがとうございます。